牛さん腐っておらんようになったかな。13匹もおるのにな。全然出てこないっすね。逃げたかな。いつの間に。いや本当におらんわ。孵化して食べるもんがないから全部死んで腐葉土になったかな。あ、ほらやっぱりこうなってるっていうことは、うんうん、もう生まれてるんだよ。ちょっと気がつくのが遅かった。やべえな。ちょっとなんかにドバッと出そうか。出しますか。いや出したらまずいか。どう悩むな。奇跡的に生きてるみたいなの一体ぐらいいたら、ほら、お、お、死んで。死んでる。死んでる。俺が今潰したんかな。いや、わかんない。いや、これはなんか、これは腐ってるわ。時間経ってる。うん、これは死んだ。やっぱちょっと全部出そうか。ちょ、はい、これカブトムシの集団自殺かもしれない。ちょっともう、まあ全員死んどったらそういうタイトルになりますね。あ。あ、あでも、お、生きとるやつ。あ、お、お、あ、い、お、サナギになっとるじゃん。お、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 めっちゃもがいてます。これも餌食べれるんじゃないですか。餌じゃないって、サナギになっとるんだけど餌はもう食べん。あ、もう食べない。ここサナギおるわ。おお、いますね、いっぱい。だけこれはこのままで置いて、ええ、置いとこう。置いといて。これちょっとかわいそうに部屋がなくなっちゃった。でもメスやな。うーん、あ、おるわ。いっぱいいますね。ちっちゃ、全部メス。これオスなんかな。どこで見分けるんかわかんないですけど、角があるかどうか。ああ、こういう卵みたいな、これこうやって重ねるか。これ部屋になるんですね。部屋がやべえ、マンション全部崩壊した。やってもうたな。ここへ、まあここの2匹は大丈夫じゃん。大丈夫。2、3、4、5。こいつめっちゃ遅いな。え、あ、大勢死んだかもしれんな。これは完全にオスや。オスですね、これは。角がある。角ありますね。まあちょっとこうやって布団引いてやって、うんうん、これどうなんだろう。こう出しっぱなしでも大丈夫なんだろう。でも立てよな、これ分かった。どうやったらいいかある程度分かった。これはこうやって、こうやって全部出していっぺん、うん、おそらくで。ちょっとここへ土入れて、うん、よし、これでいいんじゃない。蓋に新聞紙を挟んどくとコバエ防止できるらしいですよ、うん、マジで遅いわ。これちょっと部屋がでけえな。これでいいんじゃない。部屋ダメかな。これで行ってみますか。これで YouTube 流したらこれは部屋としてダメですとかって言われたりして。はい、それではこちら1時間ほど経って巣を覗いてみると、せっかく作った巣のガードが壊れてましたので、ティッシュペーパーの芯で部屋を作ってあげることにしました。映ってますか。ティッシュペーパーの芯の部屋が。ここへ2匹と幼虫がまだ1匹とサナギが合計で6ですかね。
まあ、あのカブトムシフェスタ2020、サナギが6匹、幼虫が1匹、無事全部生まれるでしょうか。ご期待ください。さようなら。